クボゼによる、日ビゼ口実の書。クボ瀬行名は、1944年にシカゴ仏教会を創設した日系アメリカ人の仏教指導者。アメリカ合衆国のサンフランシスコに生まれたが、青年期の大部分を日本で過ごした。カリフォルニア大学バークレー校を卒業後、クボゼは日本に戻り、明けガラスサトシの指導の下で学んだが、その明けガラスは、 明治期の浄土新宗の改革者であった清沢万氏の教え子であった。太平洋戦争中には日系人の強制収容によってハートマウンテイ住センターに収容されたが、1944年にシカゴへ移り、シカゴ仏教会を創設した。久保瀬は特定宗派に属さない仏教者であり、仏教はかつて明治以前にあったような共同体の伝統として、 あるだけではなく、一人一人の人生の歩みに組み込まれたものでなければ、ならない、という清沢の思想に従っていた。クボゼは、広く来た、アメリカに、大きな影響を残し、公園旅行で合衆国の大部分を回った。シカゴ仏教会のみならず、アメリカンブッディストアソシエーションや、シカゴのブッディストエデュケーションセンター、その他の仕事にも関わっていた。クボゼは、仏教の理念を拡張し、 二元論はエゴイズムが生み出す幻想だとし、もともと万物は一つなのだと論じた。彼の講演や説法の多くは、この点を論じ、エゴに邪魔をさせなければ、すべてが一つであることと個別性は共存できると述べていた。もう一つよく取り上げられた論点は、清沢の思想を拡張したもので、仏教は、個々人の経験であるべきであり、寺に通い、教を唱えるだけでは、 不十分なのだというものであった。この経験は内面から生じるものでなければならず、実体を伴うものではない。この点において、保瀬はブッダをソクラテスと同じ地平に置き、仏教はまず第一に哲学なのであって、宗教はその次なのだとした。その意図は、哲学が人が改めて考えるものであるというところにあり、宗教的伝統の教えに頼ることもできるだろうが、 すべてが一つであることを認識し、奨学を得るのは、一人一人の個人だということである。久保瀬の死後は、1998年に、後継者に指名されていた息子の久保瀬公用が後を継いだ。ありがとうございます。